岐阜大学の木下です。ME について説明していきたいと思います。まず ME、メンテナンスエキスパートとは、社会資本、特に道路ですが、維持管理技術を習得し、発注者、受注者の立場を超え、確固たる高度な技術を持って、地域に密着した貢献をすることにより、健全な社会資本整備をもとに、 安全安心な県民の暮らしを下支えする技術者集団ということで、岐阜県の方では設定されております。このメンテナンスエキスパート、今後 ME と呼びますが、2008年から ME 養成講座が岐阜大学で開設されました。その後、国土交通省公共工事に関する調査及び設計などの 品質確保に資する技術者資格、各個民間資格として認定されてきております。また、文部科学省の職業実践力育成プログラム BP にも認定され、大学院の履修証明プログラムとして開講されております。原則受講には大卒資格が必要ですが、これまでの業務経験から 大学卒業と同等の能力であることが確認できれば受講を認めております。すなわち多くの技術者に教育の機会を開いているという状況です。岐阜大学の ME の認定状況につきましては、令和3年2月現在で536名となっており、右の図に示しますようなこちら岐阜県のマップになっているのですが、 え、岐阜県全体におきまして、ME のネットワークを構築してきております。この ME のネットワークをもとに、ME の会というものが作られてきておりまして、こちらは ME 認定者の知識や人的なネットワークものを使っております。 具体的には、岐阜県内では5つの地域部会に分けることで、地域に根ざした活動を実施しております。なぜ ME が必要なのでしょうかインフラメンテナンスの課題につきましてはいくつか挙げられております。地域固有の課題、財源不足、人員不足、技術力不足と、そういったものがございます。この技術力不足の中におきまして、 左側の図に示しますような、地域の実情に合わせた解決といったものが必要になってまいります。すなわち、地域を熟知しているもの。こちらにはちょっと鬼退治のような風に書きましたが、実際の地域の実情を理解し、それに向き合っていける人材といったものが非常に重要であります。また、技術力不足に関しましては、実際の管理者においては、 まあ、いろいろな組織の中で移動がありますが、そういった移動の観点から、技術レベルといったもののミスマッチといったものが生まれてまいります。その中では、実際に技術力の高い人と低い人との会話の中で、共通の言語自体が理解できないといったことがございます。こういったものを解消するために、メンテナンスエキスパート ME 養成講座では、 専門知識を習得することによって、専門共通言語を理解するといったことができるようになり、すなわち、技術レベルのミスマッチを解消することにつながります。ME になると具体的に何が身につくんでしょうかと。こちらの図には姫、姫 ME の場合として、 え、ME となった後に、どのような能力がつくのかといったことを説明しております。こちらが ME の木という形で説明していきたいと思います。こちらの ME の木では、まず最初にアセットマネージメント、土台となるアセットマネージメントを習得し、その上に、刃のように橋、強梁地盤構造物、舗装、トンネル、 河線構造物、上下水道などを座学、演習、フィールドワーク、ワークショップなどを通じて身につけていくことになります。その結果、新たな実りという形ですが、災害対策といったようなものにも結びついていくということで、このような大きな ME の木というものが育成できてまいります。ME は 日本全国で学ぶことが現時点ではできるようになってきております。岐阜大学で作り上げましたメンテナンスエキスパート m v につきましては、現在、長岡技術科学大学、姫大学、山口大学の方に全国的な展開をしてきております。長崎大学の方では岐阜大学と同時期にインフラ長寿命化センターが立ち上がりまして、 道盛りといった形で、M、ME と同様のものが学べるようになってきています。また、舞鶴高専におきましても、IMEC の中で、協力技術者の育成をしておりまして、同じような受講内容で、全国で学ぶことができるようになっております。具体的な ME 取得への道のりということで、岐阜大学編と、 ということを説明させていただきます。岐阜大学では、岐阜大学大学院の履修証明プログラムとして開講してきております。1日に4コマ、それが20日間で80コマ、1コマあたり90分という形で、120時間の集中講義を実施しております。集中講義の中では、アセットマネジメント基礎科目、座学主体の講義、社会基盤、設計実務、 演習主体の講義点検施工維持管理実習フィールド実習主体の講義となってきてまいりますこの講義の中では全国の著名な専門家の方々を呼びまして国内でも最高レベルの講義を実施していると自負しておりますまた ME を認定された修了生の方々にも加わっていただくことで 現時点ではより充実した内容につなげてきております。ME の全講義を受講し、養成講座の修了証が交付されると、ME 認定試験の受験資格を得ることができます。ME の認定試験に向けて準備をしていただき、ME 認定試験に合格することで、晴れてメンテナンスエキスパートということになります。 メンテナンスエキスパートを取得するまでの間、受講している間ですが、自治体などの土木職員と建設管理業界の技術者が同じクラス、同じ講義を一緒に受講する、すなわちワンチームという形で授業が進み、取得後もそのネットワークを利用してワンチームで え、維持管理に関する課題に取り組むことができるようになっております。続きまして、え、姫大学の例について説明させていただきます。え、姫 ME 養成講座では、え、構成としまして、講義が39コマ、編集7コマ、実習10コマ、その他25コマという形になっております。え、講師につきましては、え、官、民、学会における 経験や知識の豊富な技術者の方々、加えて ME 取得者の方々にも協力していただいております。こちらの右側の図が、令和2年度の講座スケジュールの例となっております。前半と後半に分かれておりまして、前半では、インフラマネジメント、橋梁のメンテナンス、トンネルのメンテナンス、下水道のメンテナンスなどを学び、 後半では港湾海岸施設河川構造物斜面擁壁のメンテナンス地質と地盤加えて新技術についても学ぶことができるようになっておりますさらにはインフラマネジメントメンテナンス技術者倫理ワークショップなどを通じて ME の取得に向けた受講を終えることになっております ここまで説明させていただきました内容につきましては、各大学の方で、ホームページ等で記載されておりますので、ぜひ参考に調べていただければと思います。岐阜大学におきましては、本日説明した内容に加えて、現在ではインフラミュージアムといった学びの場、大型構造物を作って、大学内に設置しております。 そういったものにつきましても、ぜひご確認いただければと思います。